僕がね、日本でこの食べ物を見てびっくりしたけど、今はすごく好きになった食べ物があります。なんか立場を超えて皆さんが食べられない韓国の料理は何があるか。スンデ、生タコ、鶏の足、これぐらいかな。しかし僕もスンデは大好きだけど、鶏の足とか生タコは食べたことないです。これ好きな韓国人多いけど、僕は大嫌いです。僕が日本でびっくりした食べ物は牛タン。牛タン、韓国では牛タンの食べたこともないし見たことないです。僕が牛タンの初めて食べた時は、日本語が全然できなかった時です。焼肉屋に行く時はいつも日本の友達に注文を頼んだから、これが何なのか知らなかったです。僕が牛タンの初めて食べた時は、強い食感、不思議な食感。僕は友達に、これ何？友達は、僕はその時びっくりしました。その話を聞いて牛タンを食べませんでした。なんか日本の人と焼肉を食べる時感じたことがあるけど、なんか日本人は牛タンが大好きですよね。いつもね、焼肉を食べに行くたびにみんなが牛タンを注文する。あー、牛タンは日本人が好きな食べ物か。僕もこれから食べてみよう。僕こんな風に思って食べましたが、今は誰よりも牛タンが好きです。牛タン美味しいですよね。日本人の中で韓国人がスンデを食べるのが理解できない人多いんですよね。多分牛タンの食べる日本人のを見るとき、韓国人がこんな気持ちかな。牛タン美味しいです。美味しい、焼肉屋行きたい。次はこれです。わさびと思う人いるんですよね。はい、わさびです。昔僕はわさびが苦手だったです。なんか誰かが鼻を叩く感じ。正直昔はね、他の人たちわさびなんで食べるの、なぜ理解できなかったです。わさびが好きな韓国人は普通寿司を食べる人、僕はお寿司を食べられないです。昔の僕はね、わさびはお寿司を食べる時だけ食べるソースだと思っていました。わさびはお寿司食べる時。しかし今は日本の食べ物について少しずつ分かるようになりました。そうです、今はね、お肉を食べる時とか蕎麦を食べる時、必ずわさびが必要です。もちろんわさびのお菓子も大好きです。お酒を飲む時、おつまみで。やばい。次はこれ、焼き鳥屋の皮。これじゃなくて皮。僕最初は正直こんな考えをしました。ごめんなさいです。肉じゃなくて皮をお金を払って食べるの、肉が大好きな僕にはショックでした。はい、皆さんサムゲタン知ってますか？韓国料理。僕はサムゲタン食べる時も皮は食べないです。嫌いです。こんな僕が皮を見たとき、マジでショックだったです。しかしね、皮好きな日本人多いですよね。さっき焼肉屋の牛タンみたいに焼き鳥屋にいたら皮注文する日本人、マジめちゃくちゃ多かったです。今は僕も皮食べてるけど、他に美味しい焼き鳥多いでしょ。今は僕も皮食べてるけどね、また苦手です。まあ納豆とか刺身、梅干しの話をしようかと思ったけど、それはまた僕が苦手な食べ物なのでやめました。これぐらいが僕が最初にはショックだったけど、今は美味しく食べている食べ物です。皮はまた無理ですけれども、また苦手ですけれども、牛タンとかわさびは今大好きだから。まあいつか刺身とか納豆とか梅干しは挑戦してみるから。はい、どうもありがとうございました。